はい、どうも、こんにちは。今回のまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、とりあえずなんか新章に入って、第3章かな、第3章に入って、まあなんか、本当に事故の触りの方。本当なんか事故じゃねえか、事件か。殺害事件の犯人が、殿様の配役の人じゃないかっつって、あ、じゃあちょっと手がかり集めてきますねっていうとこかな、今んとこ。やっていこうか。あ、あんたはこの前の殺人犯。ああ、この前の大間違い刑事。あんたたちのせいで、御剣ケンジはちょっとブルーになってるっす。ここのティーを飲みながら、窓際で黄昏ているっす。知りませんよ、そんなの。そうだよ。ちょっと、慣れな。大体、あなたの捜査がデタラメだからいけないんでしょう。はあ。めっちゃへこんじゃったじゃん。黙っちゃった。痛いところをついたらしいね。どうしよう。私が悪いのかな。意外にナイーブな男みたいだ。そうっす。自分のせいっす。人のせいにしても自分の心だけはごまかせないっす。まあまあ、次頑張ればいいんですよ。まあ、敵だけどな。基本的に俺らの敵だけどな、警察。そうっすよね。なんであんたちがここにいるっす？あのね、私たちこの事件を担当することになったっす。真似しちゃダメっす。アイデンティティが崩壊するっす。面白い人だね、なるほどくん。何これ？何この時間？事後。だって、じゃあ、話そうか。今、そちらの捜査はどんな感じなんですか？そんなこと教えるわけにはいかないっす。なるほどくん。さすがにそんなにストレートに聞いてもダメなんじゃないかな。じゃあ、刑事さん、例のやつくださいよ。例のやつ。解剖記録です。今度は最新のデータを。わかったっす。この前の事件では迷惑かけたっすからな。迷惑かけたっていう認識はあるんだ。ねえ、検事側になんていうのをめちゃくちゃ協力してたけど、迷惑かけたっていうのがある、気持ちがあるってことは割と善人なんだな。死亡時刻は15日の午後2時半。槍状の凶器で胸を貫かれる。どうして煮干さんが逮捕されたんですか？簡単なことっす。殺人事件はこの先の第一スタジオで起こったっす。被害者が第一スタジオに入ったのが午後1時。この時被害者以外の人間はスタジオにはいなかったっす。あ、いなかったの？そして被害者が死んだ時間は解剖の結果午後2時半。ちょっと待って、ブレてきたな。その間スタジオに行った人物はたった1人、煮干三郎っす。彼以外スタジオに行けた人物はいないっす。そうだと思うなら警備員のおばちゃんに聞いてみるっす。なるほどくん、それがもし本当なら誰が聞いても犯人は煮干さんしかいないじゃない。物騒なこと言うなよ。警備のおばちゃんですけど。ああ、とても優しいいいおばちゃんっす。どこが？警察手帳を見せたらお茶と羊羹を出してくれたっす。おばちゃん怪しいな。あのおばちゃん、権力の犬だよ。しかも我々のために証拠品までくれたっす。ええー。何ですか、証拠品って？まあ、その写真っす。あの殿様野郎が現場に向かっている写真っす。ええー、誰が撮ったんですか？そこのゲートにカメラがついてるっすね。おいでますって書いてあるあれのことかな。ああ、確かに貼ってあるわ。左側ね、左側のやつでしょ。カメラでけえな、てか。カメラでけえな、お前。バランスミスってんだろ。そのカメラは人が通ると自動的に写真を撮るっす。もう横に動かすな、目を。目動きすぎやって、お前。ええー。
なるほど、ふん。もうダメだ。でも証拠品を手に入れた割にはパッとしない顔をしてるな。どうしたっす？なんか元気がないっすね。そんな嬉しそうな顔をして言わないでください。笑い声適当すぎだな。あの、私たちスタッフの人とかにも話を聞きたいんですけど。あ、いいっすよ。もうどこでも好きなところに行くっす。何をやっても無駄っすけど。人間ってこんなに朗らかに笑えるもんなんだ。深いこと言うな。なるほど、くん。許可もらったんだからいろいろ行ってみようよ。あ、行ってみようか。じゃあ調べよう。まずはカメラね。お、こんなところにカメラがある。嘘だろ。なるほど。まあさすがに反映されてないんだな、その前後関係は。先に調べるを選んだ場合の前提なんだろうな。スタジオに行く人間を写真に撮るためのカメラっす。データを見れば誰がスタジオに行ったか一目でわかるっす。カメラにプレートがついている。 ST1307。 このカメラのナンバーらしい。あ、こうあれじゃないの、写真と番号違うんじゃないの。あのおばあちゃんが持ってきた写真と番号違うんじゃないの。ちょっと疲れたな、座って休もうか。お、いいっすね。なんで刑事さんが休むんですか。いや、立ちっぱなしって結構疲れるっす。結局休まんのかい。おいれませ、だってこのスタジオも経営が苦しいっす。最近は休日には一般の人に開放して見物料取ってるらしいっす。まあまあいいんじゃない。へえ、詳しいんだ刑事さん。刑事辞めてここで働いたらどうですか。そうですよ、あそこの猿の首も折れたことだし。意味がわからないっす。猿、これ猿これ猿っすか。なんこれ。井戸の子さん、左の道の奥には何があるんですか。なんか木が倒れてますけど。あ、そっちは危ないから行っちゃダメっすよ。その奥には何もないっす。怪しいな。昔は第二撮影スタジオがあったっすが、今は使ってないっす。怪しいな。この撮影スタジオのマスコットキャラクターだ。何でも天狗猿をモチーフにしているとか。でも天狗ってこんな団子パナなのかな。まあ確かにな、ちょっとブスブスだよな若干。お、手には看板を持っているな。本当だ。手か、あれ。あ、第一スタジオ持ってるのは尻尾か。右第一スタジオ、左第二撮影スタジオ。そんなことよりどうしたんですか、あれ。昨日強い風で首が折れたっす。そこの木も道連れっす。相当強くない。相当風強くない。大丈夫か。そのお前ら平然とした顔で調査してんの。他ないかな。他、まあこれだけかな。あと、おいでませ。第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほど、くん、ちょっと入ってみようよ。あれ、鍵がかかってるよ。スタジオに入るのはカードキーがいるみたいだ。スタッフ以外の人間を入れないためなんだろう。じゃあ無理じゃん。おばあちゃん貸してくれないっしょ、そんなの。開かないよね、もう。おばあちゃん貸してくれないっしょ。おばあちゃん、見て。なるほど、くん。おばあちゃん、これ爪どころいいかな。吉祥吉祥じゃない、吉祥じゃないな。爪どころの中で羊羹を食べてお茶飲んでる。日本のおばあちゃんって風情だね。ちょっとおばあちゃん寄りな気もするけど。あら、あんたたち、ちょっと待って、出ねえ。どう、あの子が犯人だって納得した。くそ、このおばちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよな。おばちゃん、なんで写真のことを教えてくれなかったんですか。あれ、
刑事から聞いた方がよりスリルがあるかなって。おばちゃん気を使う方だから。あ、あれ、ここからすぐ左に行ったゲートのカメラが撮ったのよ。毎日写真をチェックするのもおばちゃんの仕事でさ。この撮影所どこへ行くにも必ずこの警備員の前を通らなくちゃならないのよ。イブクロちゃんがスタジオに行ったのが午後1時ちょい前、事件が起こったのが2時半。その間ここでおばちゃんが見たのは煮干しだけ。カメラにもそれが映っている。これで犯人じゃなかったら誰が犯人よ。おばちゃんとか。いやははは、面白いこと言うねあんた。全く気に留めていない。絶対おばちゃんでしょ。おばちゃんしかいなくない？被害者の胃袋さん人気はあったんですか？それはもうすごいもんだったわよ。すごかったか。過去の話なんだな。私小さい頃ヒゲ武将シリーズ大好きでした。 あれね、よかったよ。ほんと昔はさ、それが今は悪大官だもんね。そりゃ胃袋ちゃん荒れてもしょうがないよ。まあ、そのカメラのことなんですけど。ああカメラね。あのゲートをくぐるとセンサーってやつが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間も記録されるんだって。おばちゃんその辺のことはよくわかんないけど、撮った写真はあそこの所のコンピューターで見られるから、おばちゃんいつも帰る前に写真をチェックするわけよ。おばちゃん頑張ってんじゃん。コンピューター見せてよ、コンピューター。おばちゃん、あ、なんか警備員たちの、いや、詰めどころでいいかな。きっしょきっしょ。おばちゃんがむさぼるのだろう。テーブルの上はお菓子の山だ。お菓子ばっか食うんじゃねえよババアがよ。セキュリティを管理するコンピューターが見える。まあでももうなくないっすか。おばちゃんも話したし。あ、いけんじゃん。行こうぜ。あ、入れたの。てかさ、自販機さ、麦茶って書いてるけどさ、麦茶緑じゃないだろう。ちょっと気になっちゃうんだよな。麦茶って書いてるけど、色緑なの。なるほど、君。ここスタッフの人たちが作業するところだよ。あ、あそこ、煮干しさんの楽屋がある。事件があったばっかりだから、まだ誰もいないんだ。いろいろ見て回ろうよ。オッケー、調べようか。いろいろある。あ、雑巾引かんないの？え？雑巾引かんねえの？あ、これ？スタッフたちの昨日の昼食の後だ。事件があったため誰も片付けていないのだろう。皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗っている。骨付きステーキ食うの？お昼。私も食べなかったな、骨付きステーキ。さっき味噌ラーメン食べただろう。味噌ラーメンは別腹。どんな腹だよ。痩せてるからいいじゃん。でも痩せてるから。あ、これは巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、なるほど君、何でも知ってるんだね。見た感じを言ってみただけだよ。あとは自販機。お茶、味噌汁、お汁粉、くず湯、おでん。ラインナップが和風に統一されている。ウーロン茶すらないぞ。あ、なにこの殿様汁って。殿様汁嫌だろお前。誰が飲みたいんじゃ殿様汁って。やめてよ、その顔もやめろお前。なるほど君、飲んでみてよ。自分で飲めよ。飲んでみてもいいじゃん、買ってやるよ。楽屋と外を結ぶ窓だ。曇りガラスなので部屋の中を見ることはできない。楽屋の入り口に張り紙がしてある。煮干し三郎様か。さすが主役だな。そっか、煮干しってあいつか。あのいかつやつか。楽屋に入るドアだ。鍵はかかっていないみたいだ。ねえ、なるほど君、入ってみたいよ。記念に何か もらっていっちゃおう。なんかってなんだよ。てかさ、こうさ、扉の前の電気近すぎない？扉に対して。ねえ、
電気でかいしさ、でかい割に扉に接しすぎじゃない？クソ眩しいと思うんだけど、これ出るとき。クソ眩しいよな、多分。殿様のスピアとか。あ、凶器じゃないか、それ。え？行かないの？あ！電気近すぎんだよな。眩しいよ、絶対。煮干しさんの楽屋。事件があった昨日の午後は、ここでずっと昼寝をしていたって言ってたけど、昼寝しているところを誰も見ていないんだよね。その代わり、その代わり殺人現場の近くで写真を撮られてるんだよな。煮干しさん、信用していいんですよね。調べさせてもらおうか。鍵がかかっている。あまり開けられることはないみたいだ。まあ外は埃っぽいから無理もないかもしれないな。怪しいな、それはそれで。ん？誰かが寝た跡が残っている。昨日依頼人の煮干しさんが昼寝していた跡だろうか。うん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 。まあでも普通に言ったらもうね、ピヨコ？ピヨコあるぞ、ピヨコ。スタッフからの差し入れかな。お菓子が並んでる。和菓子にお茶か。うー、なるほどくん、食べたいね。さっき味噌ラーメン食べただろう。お菓子は別腹だよ。別腹っていう時決め顔するんだな。女の子は腹をいくつ持っているのだろう。撮影用の和服に混じって洋服もちらほら。あ、そうか、和服と洋服か。あー、なんか感慨深いね。俺らってさ、普段洋服って言うじゃん。確かに洋と和だな。確かに言われてみれば。あんま意識してなかった。俺らって基本的に洋服って言うけど、あれじゃあ、洋なんだ。ちょっとよくわかんねえか。煮干しさんの私服だろうか。記念に着てみたいな、衣装。もうほぼ衣装みたいなもんだけどな、お前着てるのも。ねえ、似たようなの着てるくせに。ほんとだよな。他は、まあ、これ一番怪しいから、これ後にしようか。楽屋といえば必ずある鏡だ。今日もバッチリ尖ってるな、僕の頭。あ、そう、気にしてたんだ、お前。あれなんか、無意識的に立ってるんじゃなくて、ちゃんと決めてきてんだ。それ知らなかったわ。決めてんだ。メイク用の小道具なんかが並んでいる。あ、ちょんまげ武器で使っているカツラがある。まあ、あるね、カツラ。なるほどくん。かぶってかぶって。嫌だよ。なんでカツラを見ただけで番組名までわかるんだよ。時代劇はちょっと、ね。なんかさ、このショーでさ、急にドヤ顔しだしたよな、迷いちゃん。何がちょっとだよ。これじゃあ、あとは、これかな、あと一番怪しい、これ。あ、煮干しさんのカバンかな。なんか入れられてんじゃないの、これ。あのおばちゃんかなんかにさ。こら、勝手に開けない。あ、こんなものが。あ、カードキーじゃん。スタッフ用のカードキーだ。煮干しさんのものだろう。第一スタジオと書いてある。もらっておこうよ、なるほどくん。借り湯だけ、な。おー、いいね。カードキーを法定記録に挟んだ。あ、急にこの顔しだしたよな。お前何なんだ。煮干しさんのカバン、他に何があるのかな。こらこら、やめとけって。懲りない子だな。まあ、懲りない子だなっつうか、もう俺が押しちゃったんだけどな。俺が調べるマークを押しちゃったけどな、普通に。じゃあ行こうか。スタッフエリア戻って、戻って、あ、ないね、オッケー。もう移動して、スタジオ前行って、これちゃんとなってんだ。ちゃんと移動できるんだな、こうやって。あれ？は？移動させろよ、おい。は？なんで？一応許可取るみたいな。一応。煮干しさん取り調べ中だって。あ、そこのカメラ、人が通ると自動的に写真を撮るっす。その写真に煮干し三郎が写っていたっす。あのことを聞きたかったのに。しょうがないよ、また後で来よう。え、どうやって行くの、あそこ。
どういうことよ、なるほど君。ニボシさん、楽屋で昼寝してたって言ってたのに。スタジオに行くところ写真撮られてるらしいじゃない。僕に言われてもなぁ。あ、ハンセンじゃん。どう思う？やっぱり問題は刑事さんが言っていた写真だよね。実物は見てないから何とも言えないけど、間違いなくニボシさんが写っていたらきついなぁ。事件が起こるまで現場には一人しか行っていない。そしてその人物は写真を撮られている。誰が聞いたってその人が犯人だよね。どうしよう、なるほど君。煮干しさんの他に誰か現場に行けた人がいないか探してみようか。警備員のおばちゃんが見落としたかもしれないし。とにかく手がかりはあの撮影所で探すしかないね。行けた？行けなくない？今なんか突きつけるとか怖くてやれないんだけど。え？スライドできるんかい？おいおいおい、スライドあるぞ、スライドが。おいおい、怪しいとこいっぱいんじゃん。おいおい、だから出なかったのか、まさか。いっぱいあんじゃん、スライド、怪しい。ちょ、いろいろ見ていこうか。ちょ、怪しくないとこから。書きかけの書き割りが立てかけてある。書きかけの書き割りっていいな。ネオエドシティの城。ということは、おそらくネオエド城とでも言うのだろう。聞けばいいじゃん。モーターを乗せた電動自転車だ。電動自転車って乗ったことないな。どんな感じなんだろうな。なんとも言えない中途半端な感じが僕は嫌いだ。でも坂を登るの楽だよ。若いのにあんなもの使うな。急に怒るやん。そんな怒らんでもいいやんね。これ、あ、これ怪しくない？これ。怪しいよな。てか、空綺麗だな。これ見ようか。クソ怪しい。排水口の金網が外れている。結構大きい穴だ。子供なら通ることができそうだ。あそこから入ってくれば入場料払わなくてもいいね。じゃあ帰りはあそこから出たら。うん、そうする。ん？そんな話じゃないだろ。もっと大事なことがあるだろ、お前ここ。なんで開いてんだろうって。なんで開いてんだろうって考えろよ。排水口にはまっていた金網だ。ちょっと曲がっている、はめ直すのは無理だな。いや、平和か、お前ら。頭平和じゃん。そんなレベルじゃないだろ、普通考えて。いや、怪しいってなるでしょ。怪しいって。あれこれ。あれか、移動か。ごめんごめん、忘れてたわ。学園なんか残ってんのかな。なんで行けなかったんだ、あっちに。買うときもらったよな。ちょ、待って。スタッフエリア。撮影所。で、移動する。第一スタジオ前。あ、これであれか。これで調べるしたら済むのかな。あ、調べるか。オッケーオッケー。第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほど君、ちょっと入ってみようよ。楽屋から借りてきたこのカードキー使えるかな。ピッ。お、開いたぞ。やった、さすが、行ってみようよ。殺人現場に行くってのに不気味なほど浮かれてるな。あ、行っていいっすか、じゃあ。もうすぐ行かせてもらいます、じゃあ。お、入っちゃって大丈夫か？警察になんか言われんじゃないの？どうしたの？あ、急におじけついちゃったパターン。いざ見てみると、やっぱちょっとこう、怖くなってきて。なんだよ、急におとなしくなって。だって、あの白いテープ、なんかリアル。怪人悪大官が死んだんだからね。殿様にやっつけられて。狂気は殿様スピア。そりゃリアルだよ。ああ、どうしようかな。ここで一旦切ろうかな、じゃあ。切りはいいから、ここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。